はい。この前はイサナ君、本物に会えて先生は、I am very happy。すごく一生懸命英語を勉強してくれてるから余計ね、I am very happy。ではちょっと復習です。僕、私、働く。そうだよね。I work。君はワンちゃんを一匹持ってるんだね。You have a dog。彼は嬉しい。これはイコールのやつだよ。So he is happy. 彼女は悲しい。She is sad. じゃあ私たちは学校に行きます。ここはまた動作に戻ります。もしイコール are を使ったら私たちが学校になっちゃうもんね。We go to school. 彼らはクッキーを作ります。大丈夫？ They are cookies とか言わなかった？ They make cookies. あを使ったら彼らがクッキーになっちゃうもんね。はい、number one。お話いくよ。It is sunny and warm. はい、sunny は何回もやった。warm というのはあったかい。あったかくて晴れている。これは日曜日ですね。Fred and Meg go to the beach. はい、ビーチは、海ね。よく、海に行くっていう時に、go to the sea って言うけど、普通、まあ、船に乗ってどっか行ったりしないでしょ？ビーチで遊んだりするんだよね。まあ、水に入ったとしても。だから、私たちも、we go to the beach。茅ヶ崎だとね、大抵は。で、フレッド君がメグちゃんにこんなこと言ってます。I catch fish。catch、捕まえる。初めてだね。あ、でもね、キャッチボールって言うもんね。あれはボールをキャッチするからです。I catch fish。僕を魚捕まえてあげる。メグちゃんは、I make spaghetti。もう両方わかるね。スパゲティはそのまま。私、スパゲティ作るわ。They are hungry。はい、hungry というのは、お腹が空いている。覚えたいとはいいよ。例えば、僕お腹空いちゃったんだ。So, I am hungry. 僕ハンバーグ欲しいんだよね。I want hamburg. ついでにママに向かって、僕ママ好きなんだ。I like you, mom. こんなの言ったらきっと作ってくれると思いますよ。はい、それでは number two。彼らはビーチでランチ、お昼ご飯を食べます。あ、ごめん、テストじゃなかった。They eat lunch on the beach. でもきっとできたよね。ごめんね。They eat. 食べるよ。何を？ Lunch. ちなみに、夜ご飯何だったっけ？きっと聞いたことある。dinner. スペシャルディナーとか言うもんね。They eat. ここは lunch on the beach. で、中っていうの、in をやりましたね。in the woods とか in the house。オンっていうのは上ということ。だって、インダビーチっていうとみんなお砂に潜り込んでお昼を食べなきゃいけなくなっちゃうからね。オン。まあ、どっちかっていうと上に乗っかって食べんだよね。お砂の上でね。オンは上です。じゃあ、テーブルの上だったら何て言うか。そうよ。on the table。ベンチの上だったら、on the bench。で、彼らは、On the beach. で、they eat lunch. はい。美味しいスパゲッティを食べ終わって、メグちゃんがこう言います。I want tea. まあ、紅茶茶のことでしょうね。緑茶じゃなくってね、紅茶欲しいわね。用意がいいんです、メグちゃん。I have water. この前、ペッパピークで water 聞き取れたよね。お水。お水も持ってるのよ。で、I make hot tea. なんだろう。そう、熱いお紅茶を作りましょう。だから、冷たかったら何？アイスティーだ、でもいいけど。コールドリンクとか言うもんね。コールドが冷たいとか寒いです。で、立ち上がったの、そのボトルを持って水の。でもね、つまずいちゃったんだよね。Oh no! 全部こぼれちゃった。Meg is sad. だって周りにあるのは海水、お塩の水だけですもの。
Fred is thirsty. Hungry はお腹が空いている。ちょっと唇、あ、唇じゃない。舌の先っちょをちょっと噛んで thirsty。というと、喉が渇いた状態。彼らはの they もちょっとだけ舌の先っちょを噛んで they ね。これは thirsty。言ってごらん。thirsty。で、もし I am thirsty になると困るので、水筒を持ってきていいですよ。授業にはね、暑くなってくるからこれ。では、テストします。 Number one。 フレッドとメグはビーチに行きます。 Okay, Fred and Meg go to the beach。 僕は魚を捕まえるぞ。 I catch fish。 彼らはお腹が空いている。 Okay, they are hungry。で、復習しないとごちゃごちゃになるよね。あ、they are hungry を習ったら、じゃあ私お腹空いてるってなんて言うのかな？I am hungry。あなたがお腹空いてるんだったら、you are hungry。彼だったら、he is hungry。こんな風にして、ちょっと復習してみるといいと思います。自分で頭の整理つけるためにね。はい、number two。彼らはまずお昼を食べる。ここまで。Great. They eat lunch. で、ビーチの上でだから。So you're on the beach. じゃあ、ベンチの上で夜ご飯を食べるんだったら？They eat dinner on the bench. ちょっと寒そうだけど。それから、私水持ってるの。I have water. フレッド君も喉が渇いています。Hi, Fred is thirsty. じゃあ、フレッド君はお腹が空いてしかも喉も渇いてたらなんていうか。Excellent. Fred is hungry and thirsty. Good job, everybody. はい、では2週目。この前ちらっと授業中にやりました。例えば、クマちゃんが一人なら、ベアだったよね。でも、厳密に言うと、その前に一人のとか、一匹の、一個の、あっていうのを入れることが多いんです。A bear。だから、イサナ君は男の子一人。A boy。ね。ジュジュちゃんは女の子一人。A girl。でも、ジュジュちゃんとマヒナちゃん二人いたら、そう、あがなくなって、girls になるんです。で、生徒さんと先生、ちょっと勉強しましょう。生徒のことを student。はい、student。先生は teacher。聞いたことあるでしょう。teacher。ついでにもうちょっと。科学者のことを scientist。これも聞いたことあると思う。science とか。scientist。イサナ君、scientist になるかな？それから、お医者様のことを doctor。聞いたことあるね。ジュジュちゃん、マヒナちゃん、doctor。お医者さんどう？で、もちろんお医者様が二人以上だったら doctors になるわけ。Okay? たくさん覚えなきゃいけないね。student, teacher, scientist, doctor。でも、イサナ君、たった10分ちょっとで、アルファベット全部書けるようになったんだから、きっと大丈夫だと思います。先生、びっくりしちゃった。じゃあ、私は一人の生徒です。I am a student. 君は一人の先生。You are a teacher. 彼は一人の、科学者。He is a scientist. 彼女はお医者さん。She is a doctor. 次からだよ、大切なのは。私たちは生徒です。Great. We are, あがいらないよ、students. to ずって言いにくいから、s くっつけた時にね、students, つになっちゃいます。to じゃなくって。じゃあ彼らは先生たち。So, they are teachers.We だろうが They だろうが少なくとも2人以上いるわけだからね。私たちも彼らも両方とも S がつきます。ではお話の続き No.3 フレッド君確か He's thirsty だったよね。でもお茶々が作れない。ふっ
と思い出して、こんなことを彼は言いました。I make water. ちょっとね、can を入れちゃったんだけど、これ can っていうの取っといてくれる ?can。ごめんね。まだやってないのに。I make water. 僕、お水作るよ。作ってあげるよ。どうやって？これはすごい。でね、鍋に海水、海の水を入れます。で、真ん真ん中にちっちゃいカップを入れます。で、英語では説明できなかったんだけど、アルミフォイル、例えばサンドイッチなんかを包むね。包んで持ってきたかな？パスタ包んで持ってきたかな？アルミフォイルを円錐形の形にして、で、逆さまにして、とんがったの下にして、とんがったとこがカップの真上に来るようにして、鍋にかぶせます。で、その状態の、この絵だ、絵だ、絵の通りね。はい。What is in the pan? パンというのは、お鍋です。食べるふわふわのパンのことは英語では bread ね。あれをパンと呼ぶのはスペイン語です。スペイン語系です。で、何？ What？ と覚えてほしいの。だって、お名前何？ What is your name？ これやったことあるよね、きっと学校でもね。What is in the pan？ そう、鍋に何が入ってるの？ Sea water and a cup。 水が海だから、海の水とカップが一つ。で、それをお鍋にかけます。あ、お鍋じゃないや、火にかけます。 Now the sea water is very hot。 ぐつ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 沸いてきました。 The sea water、 sea も覚えちゃって、海だから、簡単でしょ。 The sea water is very hot。 すごい熱くなって、触っちゃダメだよ。したら、もうわかるよね。水蒸気になって上に登っていくわけ。水分だけが、お塩は残るんだよ。で、水分がアルミフォイルの天井につくと、それが雫になってコロリコロリと、落ちてきます。で、カップの中に集まるわけ。What is in the cup? Water. そう。先生、実験したらね、ちょっとはしょっぱかったんだ。ポカリスエットぐらい、アクエリアスぐらい。でも、汗かいた後だったらちょうどいいぐらいかもね。で、What is in the pan? 鍋に残ってるのは？そう、salt。salt って日本語でも言う？塩ね。お砂糖ってなんて言うか。sugar。あ、こっちの方がよく聞くね。sugar。お塩は salt。そう、本当にね、白くてサラサラのお塩は取れたんだよ。美味しかったよ。で、メグちゃんがもう感激して、You are a scientist, Fred. あなたって科学者なのね。感激しちゃったな、先生も。はい、number four。この、まあ、水ではないけれども、先生が作ったのは、うまくいったら水です。それもう一回沸騰させた方がいいね。バイキンが入ってるといけないからね。Meg and Fred make tea。で、そのお水でお茶を入れます。They drink tea on the beach。はい。eat は何回か出てきました。drink は？そうだよね。日本語だよね。drink の方が。飲むです。はい。ビーチの上で tea を飲みます。でね、メグちゃんがカップケーキ持ってきてくれたの。They eat cupcakes too。この to 覚えなくてもいいけど、もっていうこと。カップケーキも食べます。フルコースだね。デザートまであって。で、次。After lunch, Fred and Meg clean up the beach. ちょっとインターミディエイトに追いつくためにもうギュギュ詰め込んじゃう。あのさ、Before and After っていう番組があるんだって。なんか、お掃除をする前のお部屋が Before で、お掃除だったかな。スタートが After なんでしょ？綺麗になってんでしょ？あとはカツラの宣伝とかで、カツラをかぶる前、ハゲのおじさんが悲しい顔をしているのは Before。別にね、ハゲだって悲しがらなくったっていいのにね。で、カツラをかぶった後ニコニコしているのが after。だから before は前。後が after。これは after lunch。そう、お昼ご飯の後。じゃあ夜ご飯の後は after dinner。じゃあこれなんだと思う ?after school。そう、学校の後、放課後だよね。After lunch, Fred and Meg clean up the beach. Clean って聞いたことあるでしょ。綺麗にする。
お掃除するって意味。だから、プラスチックゴミとかを拾ってね、そして綺麗にしたの、偉いね。で、メグちゃん。I give the salt to Grandma Anne. もうギブも知ってるんだよね。何？そう、あげる。お塩はグランマーにあげましょう。お料理が好きだから。はい、ではテストします。No.3。何って何？うん、What? じゃあね、海のお水はとっても熱い。The sea water is very hot. はい、No.4。彼らはビーチでお茶を飲みます。もうオンザビーチもできるよね。They drink tea on the beach. じゃあお昼ご飯の後で。はい。After lunch. じゃあ学校の後で。After school. はい。私、お塩をあげましょう。ここまで。そうよ。I give the salt. で、誰々にっていうのはどこどこにっていうのと同じです。Grandma に。Great to をつけるんだよね。to grandma. つなげてせーの。I give the salt to grandma. きっと、イサナくん完璧でしょ？もうあっという間にミハルくんたちに追いつけると思います。頑張ってね。それではまた明日。バイ。